相手スチュアートさん、レート1785、パーティーはガルーラ、サンダー、チチザン、テラティオン、ニーフィア、ジェンガ。相手の選出はジェンガ、ガルーラ。バシャームでちょっと遊びたかったので、普通の、努力値フリー AS だとか両等性格で ACS フリーではなく HF フリーでバシャームを今運用しているので、加速で1段階素早さが上がっても、最速ジェンガとかガルラ抜けない状態なんですけども、またあと H に最大に振り切ると命の玉ダメージがヒットポイントの10分の1、最大ヒットポイントの10分の1なので、あまり効率は良くないんですけども、ちょっと遊びたかったので HA 振りで使ってます。相手はバシャモがスバースで上回ったと考えているので、バシャモを少しでも削るためにガルーラで不意打ちを選択。こちらは相手のメガガルーラを倒すためにバカ力を選択。チチザンが火傷を食らってしまったのがちょっと痛いです。あられや砂嵐のような天候要因もいないので、気合の助けジェンガーの残り1ポイント1を削り切ることができません。馬車も岩のだれでジェンガーとサンダーを同時に攻撃。バシャーモの岩なだれによるひるみも期待して、キリキザンは、まあ、ちょこっと強引に動かして、叩き落とすを選択。やけどダメージが蓄積されてきたので、次の10万ボルトでは落とされてしまうぐらいの圏内に入っていると思います。相手は追い風で素早さ関係を逆転させてきました。前のターンにキリキザンで相手のサンダのお盆の実を叩き落としているので、耐久に振っているような方だと考えて、守るもしくは見切りのような技があると考え、このターン守ってくることを想定して馬車も温存しておいた方が良かったかもしれません。翼関係弱体されているので、メガガルーラの猫友達をどちらに打つか考えましたが、キリキザのヒットポイントがここまで減ってしまった状態ではハイパーボイスも耐えることができないので、おそらくこだわりメガネの可能性が高いニンフィア方向に猫魂を選択。このターンに相手のサンダーが10万ボルトをキリキザ方向に打っていれば負けていたと思いますが、相手のサンダーはガルーラ方向に10万ボルトを選択してくれたので勝ち筋が見えてきました。追い風状態でこちらは先制できないので、ニンフィア方向に不意打ちを選択。万一の可能性も考えてニンフィア方向にガルーラ、キリキザの両方で不意打ち選択。ここで残りポケモンの数が2対1の状況を作り出せたので、相手のサンダーが上から放電で舞い出してしびれさせたりしなければこちらの勝ちの状態です。相手のサンダーは耐久に振ってそうな方でしたが、こちらのメガガルーラで素早さが早かったようです。相手のサンダーを落とし勝ちました。スチュアートさん、対戦ありがとうございました。